楠木本神社は、大阪府八尾市にある神社。延喜式神名帳に、楠木本神社三座桑壺河内国式の郡鎮座と記される、式内社であり、現在の八尾式の本、北紀の本、南紀の本の3カ所に鎮座している。創建の年代は不詳であるが、古墳時代以前に遡ると考えられる。祭神は、古来は、児玉とされるが、後、富津近江は、にぎはやひいの地。当地が、物部氏の丘陵地であり、陽明天皇の時代に、物部守屋が、守護神として崇めていた神々を持ち込んだと考えられる。最初は、木本村に三座あったが、北木本が分村し、さらに南木本が分村して、それぞれに一座ずつ分けられた。楠木本神社境内期の本一丁目の旧木本集落内に鎮座する。南木の本の楠木本神社から一つ南の辻を西へ辻二つ分進んだところにある。楠木本神社拝殿旧大阪中央、環状線沿い西側に位置する。境内に物部守屋の首を洗ったと伝わる直径約3メートルの池がある。境内中央に児童公園があり、奥に小さな社殿がある。三社のうちでは最も規模が小さい。楠木本神社境内旧大阪中央、環状線木の本交差点から少し南の市道沿い西側に位置する。境内北側に社殿がある。境内南側に大白州の仏教寺院である日羅寺があり、本尊は薬師如来像。美達天皇が百済から呼び戻した日羅に、ここの土地を与え、日羅はこの地に寺を建立し、薬師如来像を安置したと伝えられる。ありがとうございます。